おや？何か新しいことが始まりそうですよ。これから行く先は、さまざまな島からなる諸島。リゾートとして知られるこの地には、たくさんの動物たちが理想の別荘を求めて訪れるのだとか。有料追加コンテンツ、集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス。あなたは、たぬきちさんからの紹介を受け、リゾート開発事務所たくみライフで別荘作りのお手伝いをすることに。動物たちの理想の暮らしを丸ごとコーディネートするお仕事が始まります。たくみライフのお仕事は夢の暮らしを叶えること。事務所のある島にはさまざまな理想を抱いた動物たちが訪れます。例えばメイプルさんはクマさんたちに囲まれた暮らしをご希望のようです。それではこの夢を叶えてあげましょう。まずは別荘を建てる島選び。島にはそれぞれ特色があり、島ごとに庭の見た目が異なります。お客様のリクエストに合った島を提案して早速現地へ。島に到着したらお部屋へご案内。まずはお客様からリクエストされた家具を配置して、そこからの提案はあなた次第です。内装にはたくみライフおすすめの家具があらかじめ用意されています。この中から自由に選んでコーディネートしましょう。天井からの照明があればお部屋を立体的に演出できますよ。壁紙も一面だけアレンジなんてことも。素敵なお部屋になりましたね。もしよろしければお庭もご提案してみてはいかがでしょう。家具を置くことはもちろん、柵を立てたり植物を植えたり道を作ったり、家の位置や外観も変更できます。さらに季節や時間、天候も変更でき、自然と一体のトータルコーディネートが可能です。どうやらご満足いただけたようですね。別荘作りの経験を積んでいくことで、コーディネートのさまざまなテクニックが身につきます。例えばお部屋の広さ調節、横幅や奥行きを調整することで、より自由な発想でお部屋作りができます。他にも部屋の空間を壁で仕切る仕切り壁、2種類の高さのカウンター、天井を支える柱、それぞれお部屋の構造に変化をつけることができます。さらにムードたっぷりの空間を演出するライト、環境音を取り入れればお部屋の雰囲気に深みを持たせられます。そして内装の仕上げに行う家具磨き、真心を込めて磨くことで家具にちょっとした効果をつけられます。家具の新しい印象を引き出せるかもしれません。さて、一仕事を終えて事務所に戻るとお給料がもらえます。事務所の売店スペースにはあなたの暮らす島ではなかなか手に入らない珍しい家具も。購入すればあなたの住む島に持ち帰ることができますよ。
お客様からの注文をたくさん受けることで使える家具が増えていきます。過去に別荘を提案したお客様の様子を見に行って、新しい家具を使ったリフォームのご提案をしてみてもいいかもしれません。また一つの別荘を二人のお客様で利用するハウスシェアのご提案をすることもできます。新しい暮らしのスタイル、気に入っていただけるといいですね。たくみライフの事務所がある島は、もともと空き家のたくさんある島。たくみさんはこの島をもっと賑やかに発展させたいと考えているようです。例えば学校、あなたの思い出からイメージしてもいいですし、こんな学校があったらいいなというものを作るのもいいでしょう。他にもレストランや病院など、あなたが手がけた施設を動物の皆さんが利用している様子を見ると、感慨もひとしおなのではないでしょうか。あなたが手がけたさまざまな別荘は、施工事例として写真に収め、たくみライフのカタログに記録されます。カタログを見るには、この「作った」アプリから過去のお客様の別荘地にすぐ訪問して様子を伺いに行くこともできます。インターネットに接続すれば、世界中のコーディネーターと施工事例をシェアできます。気になるコーディネーターさんをフォローしたり、参考になりそうな事例を見学することもできます。動物の森シリーズのアミーボを使うと、特定のお客様を招いて別荘についての相談に乗ることができます。アミーボなら、普段は忙しそうなこんな人たちの別荘をコーディネートしてあげることも。あなたの手がけた別荘ならきっと喜んでくれると思いますよ。たくみライフの仕事で得た技術は、あなたが住んでいる島でも活かせます。仕切り壁、カウンター、柱、そしてライト、環境音、さらに家具磨きも、あなたのお部屋作りに役立てることができます。それからあなたの島の住民にたくみライフ特製のお土産をプレゼントすれば、諸島の魅力が伝わり、別荘を手掛けることができるはず。そしていつかベテランのコーディネーターになったら、あなたの島の住民にリフォームの提案ができるようになるかもしれません。いかがでしたか？動物の皆さん一人一人が持つ理想の過ごし方を叶えるトータルコーディネーター、それがたくみライフの仕事です。あなたもスタッフの一人としてコーディネートをしてみませんか？集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスは、集まれ動物の森の有料追加コンテンツとして11月5日配信。予約は10月29日から開始します。またご購入いただく以外にも、任天堂スイッチオンラインの新しい料金プラン、任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにご加入いただくことでも、集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスをお楽しみいただけるようになります。任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについて詳しくはホームページをご覧ください。